ルイ・クロード・ダカンルイ・クロード・ダカンはフランスの作曲家。オルガンやクラブさんの連達の演奏家としても有名であった。宣例名の一つ、クロードはギリのオバ・エリザベト・クロード・ジャケ・ドラゲールの名声にちなんでいる。パリの音楽家、楽器製造家の一族に生まれる。幼少期から振動の名を欲しいままにし、6歳でルイ14世のために午前演奏を行った。 12歳の時、サント・シャッピル教会のオルガニストの座を提供されるが、それを拒否、プチ・サン・タントワーヌ教会オルガニストに就任した。1727年には、ジャン・フィリップ・ラモーを出し抜き、サン・ポール教会オルガニストに就任。それから5年後には、コルドリエ教会オルガニストに就任した。1739年には、王宮オルガニストに着任。 1755年には、アントワーヌ・タルビエールの後を襲って、ノートルダム大聖堂オルガニストの称号を手にした。現存する作品は、4つのクラブさん組曲、オルガン及びクラブさんのためのノエル集、カンタータ、エアーボイレがある。中でも有名なのが、カッコオレクククーと、スイスのノエルノエルスイスである。ありがとうございます。